黒の正方形マレービチ、1913年作シュプレーマティズム、マレービチ、1916年から1917年作ジロのカンバスの上の白の正方形。シュプレマティズムとは、ロシアにおいてカジミール・マレービチが主張した抽象性を徹底した絵画の一形態。1913年にサンクトペテルブルクでカジミール・マレービチが初めての抽象表現として、 白い正方形の中の小さい正方形の対角線上の半分を黒く塗りつぶしたロシア、未来派のオペラ、太陽の征服の舞台美術を担当した。1915年には、サンクトペテルブルク改めペトログラードで、最後の未来派展、0から10が開催され、オリガ・ローザノは、イワン・プーニ、イワン・クリュン、カジミール・マレービッチなどが参加し、マレービッチは、 創造的な芸術における純粋な感覚の絶対性と定義した抽象絵画の一つの到達点とも言える。キュビスムと未来派の影響を受けたクボフトリズムの集大成という位置づけでマレービチが主張した。その内容は絶対性という意味で金欲的で完全なる抽象絵画である。具体的な実作品としては1915年頃の黒の正方形、黒の円。 黒の十字、赤の正方形、1918年の白の上の白など。その活動は、ロシア革命が始まる1920年前後まで続き、同時期のロシア構成主義や後のバウハウスに大きな影響を与えた。アートインセオリー、P=29220 世紀の美術、P=39 アートインセオリー、P=29220 世紀の美術、 P イコール42世紀の美術 P イコール41ありがとうございます